厳選クラシックチャンネルのなこです。今日は日本センチュリー交響楽団についてご紹介します。日本センチュリー交響楽団は大阪にあるプロオーケストラです。こだわりと透明感のある美しい音色が特徴の楽団です。オーケストラ自体はとってもアグレッシブで、お客様ファーストを掲げられ、2022年からは定期演奏会の開催時に送迎バスを運行したり、学生向けに年間5000円で演奏会が聞き放題の学生パスポートを発行したり、本当に新しい取り組みに先んじて挑戦する楽団でもあります。そんな日本センチュリー交響楽団について深く知るために、首席指揮者の飯森典親さん、そして副首席コントラバス奏者の内藤健一さんに直接お話をお伺いしてきました。インタビューでは、日本センチュリー交響楽団の魅力とは何なのか、日本センチュリー交響楽団のおすすめの名盤や名演、そして大注目の今後のコンサートの予定などをお伺いしています。それでは早速行きましょう。皆さん、こちらにいらっしゃいますのは、日本センチュリー交響楽団首席指揮者の飯森典親さんです。飯森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯森さんから見たセンチュリーの魅力についてぜひいろいろ教えてください。はい、わかりました。いろいろと、じゃあ何でも聞いてください。あ、本当ですか、はい、早速なんですけど、飯森さんにとってセンチュリーってどんな楽団なんですか？はい、まずみんながとにかく真面目。あ、真面目なんですか？真面目。へー、時には過ぎるかもしれないね。そう真面目、とにかく真面目。真面目という言葉ってほら、いい意味ばっかりじゃないじゃないですか、ね、バカ真面目っていう言い方もあるじゃないね。以前はもしかしたらね、バカ真面目っていう言葉が適切なのかなと思うこともしばしばあったのは事実ですね。これ私の感覚ですよ。でも今はその真面目なところから音楽で遊ぶこと、こう日本人って例えば画用紙があります、で線があります、でここを好きな風に塗ってくださいって言った時に、本当にはみ出さないように綺麗に塗るじゃないですか。でもはみ出したって、これはみ出てる方がなんか良くないって言って、そこのところ捨てずに入れてみたりとか、そういったことが許されるようなオーケストラになってきてるかなと思いますよね。真面目から一歩脱却したのって何がきっかけだったんですか？キャラクターかもね、僕の分かんないけど。でも音楽って勉強ではないから、もちろん勉強するんですよ、勉強するんだけど、でもお客様は別に勉強したのを聞きに来てるわけじゃなくて、楽しみたいわけでしょ、それから何か感じたいわけじゃないですか。でそれってやっぱり勉強だけして正確に弾いてますっていうだけでは伝わらないことってたくさんあると思うんですよね。はい、正確に弾いてますよ、音程正確、リズムも正確ではやっぱり伝わらないことが多いわけですよね。だからそれをうまいこと皆さんがこういうふうに行きたいなっていう思いが一致する場所ってやっぱりあるわけですよ、うん、でそこで指揮者がちょっと導いてあげるようにすると、みんながふーっとこう乗っかってくるわけですよ、同じ風に乗っかって。その風をどんなふうに具体的に起こされたんですか？うん、風ってやはりオーケストラのポテンシャルがちゃんと高くないとできないんですよ。面白い。そうなんですね。そんなにできないですよ、やっぱりね。日本センチュリーはもともとものすごく高いポテンシャルを持っているオーケストラだから、皆さんはもうそういう感覚、それぞれ個人差はあるよね、みんな持ち合わせてるわけですよ。だからそれをこちらが練習の時に察知をして、こういきませんっていうのを指揮でこう示してあげるわけですよね。こうやって規制しちゃってたら、もうここから動けないんだけど、だけど少しこうふいってやってあげたら、ふーって向こうにこう進んでくれるとか、僕も遊び出してるのもあるのかな、もしかしたら。うん、面白いからね、みんな。飯森さんの今の話とも通ずるところあるかもしれないですけど、飯森さんがこうセンチュリーを振るときにこだわってらっしゃることとか何かありますか？みんなが音楽で自己表現を最大限にしてもらえること。もちろんその古典をやるときっていうのは、こちらからの提案が必要なケースが多々あるわけですよ。なぜかっていうと、古典っていろんなアプローチの仕方があるので、僕は今回はこういうふうにアプローチしますよっていうのは事前に一応知らせてあげないと、みんな漠然としてて分かんないわけですよ。それはやりますけど、でもそうじゃないロマン派の作品とかねは、僕もできるだけ皆さんがやろうとしていることを尊重しようとするし、例えば
僕が練習の時に振り出したテンポ感と、なんとなくオーケストラは早く行きたがるんだろうなっていうのがあったりとか、ちょっと遅く行きたいんだろうなっていうのがあったら、場合によってはそれに合わせちゃうこともあるわけですよ。その方が皆さんが気持ちよくできちゃうから。そうすると気持ちよくできてる瞬間って、もしかしたらこっちもその気持ちよさをさらにこう助けてあげるようなね、モーションであるとか、それから呼吸感であるとか、それやって差し上げると、それに乗せられてまたちょっと違うものがふーって出たりすること結構あるんですよね。それはね、センチュリーでやらせていただくときはかなり意識しますよね。自由にできるから、もうセンチュリーの楽団員さんと飯森さんの関係性ってどんな関係性なんですか？わかりませんどうだろうなこれ飯森さんから見たら結構仲いいと思うんですけどね。もちろんみんな好きかって言いますけどね、でもかなり仲いいんじゃないですかね。練習の雰囲気とかどんな感じなんですか？楽しんでくれてんじゃないかなみんな。もちろんシビアな曲もあるので、そういう時はものすごくいい意味でこう真剣勝負的なね、瞬間はもちろん多々ありますけど、でも総じて言えば結構皆さん楽しんでくれてんじゃないかな。先ほどからその楽しむって言葉が何度も出てきて。あ、そうですか。そうかな。飯森さんにとって楽しむってどんなことなんですか？本当にこうリラックスできるってこと、だからストレスを感じないってこと。僕ね、正直言ってストレスはあんまない、感じない人なんですよ。この瞬間も楽しもうとしてるんですよ僕。こういう会話とか、はい、あと何をこう僕から引き出そうとしてるかなっていうことも興味あるし、だからその瞬間瞬間をやっぱり楽しもうとしてるんですよね。でそれはね、音楽やる上で結構基本じゃないかなって思いますね。だって楽しいと思ってなかったらお客さん楽しいと思わないと思うんだよね。確かに緊張した音を聞かせられるとこちらも緊張してしまうでしょ。で先ほどからちょっと申し上げているように、我々はもちろん勉強します、勉強するんだけど、勉強しましたよっていうのを聞かされたって面白くないと思うんですよね。私たち観客からは見えない楽団員さんと飯森さんのやり取りって普段どんなコミュニケーションを交わされてるんですか？僕はね、結構ねリハーサルの時に発言してもらいたい方なんですよ。で例えばファゴットの安井さんってものすごく若くて優秀なファゴット奏者いるんですけど、彼が例えば発言します。でそこで僕はこういうふうに思うんだけどもどうでしょうって言って、分かりましたって言うと、別に彼だけのことじゃない可能性もあるわけじゃないですか。チェロもそうかもしれない、ビオラもそうかもしれない。そうすると皆さんパッと、あ、じゃあ我々もそうですね、じゃあビオラもそれでいいんですかっていうのはそこでパッと言われて、同じですとか、そういう会話が普通にあるんですね。そうすると練習時間っていうのがみんなこう自由に活発なこう発言の場にもなると退屈じゃないじゃないですか。みんなこう能動的に音楽をね作ろうとしてくださる瞬間を、まあ、まさに作ろうとしてるわけですよね。本当に一緒に作ってるっていうか。そう、だから僕はとにかく強制して、僕はこうやる思ってるからこういうのやってくださいっていうのはあんまり好きじゃないんですよ。提案します、提案するけれども、でも皆さんがちょっとこういうふうにやってみたらどうかなって言った時に、あ、ちょっとやってみましょうかって結構僕は受け入れる方だと思うんですけどね。相当僕もの皆さんにこう遊んでもらえるようにしてるから、皆さんが自主的にね動こうとするっていうことを大事にしようと思っているので、だからいろんな指揮者の方が来られても、日本センチュリー交響楽団のクオリティと音楽の方向性っていうものは皆さんまず確実にちゃんと持っていて、そこに指揮者のものが加わったことでまた全然違うものが生まれるっていう、本来オーケストラのあるべき姿が確立されてるかなとは思いますね。飯森さんって本当にいろんなオーケストラこれまで振ってきていらっしゃると思うんですけれども、はい、他のオーケストラとセンチュリーの違いってどんなところにありますか？いろいろあるんですけど、最近すごく思うのはやっぱり明るくなってるんじゃないですかね、オーケストラとしてね。明るさがとても際立つようになってきてるし、笑うようになったし、舞台上ですごくにこやかにするようになったし、なんか楽しそうに見えるって、それはすごくこのオーケストラに今自慢できるところじゃないかなと思うんですよね。センチュリーさんのファンってどんな方が多いように見られますか？美しい音
綺麗な音、澄んだ音、こういう響きを求めてらっしゃる方がセンチュリーのオーケストラを聴きに来られているような気がします。センチュリーの音本当に綺麗なんで、お客様って非日常を求めていらっしゃるでしょ。ですごくいつもこう玄関出るとうるさかったりとかね、車の通りでね、あといつもこうあの遮断機のカンカンカンと音が時々もう玄関開けると聞こえてきちゃうとかね、開けなくても聞こえる家だってあるじゃないですか。やっぱりそういうところからちょっとでもこう解放されたいなって思ってるらしい方に、やっぱり汚い音は聞かせたくないでしょ。確かに、なんか自分の生活を振り返ってみても、うん、朝に満員電車で揺られヨレヨレになったスーツ でしょ、はい、会社に出勤してまた家に着いて、はあ、疲れたっていう一日の中で、うん、私も今月に1回くらいコンサートに行くんですけども、あ、そうなんですね、やっぱり生音で聞くと本当に心がリセットされるというか、うん、先ほど の楽しいリラックスっていうのがまさにそうだなと思います。そうですよね。だからやはりその日本センチュリー交響楽団を聞きに来られ聞きたいっていう方々は多分そういうお気持ちの方が多いような気がします。センチュリー交響楽団ってそんなにこうみんななんていうか我を忘れてこう盛り上がっちゃったりとかっていうことはそこまでないかもしれないし、でちゃんといつもこう冷静な自分っていうのはきちっと保つオーケストラなので、だからもちろん破綻もないし、だから本当に美しい響きっていうものを常に皆さんが大事にしてくれるオーケストラなのでね、うん、美しい響き、明るさっていうものは、うん、どういうところから生み出されるんでしょうか。ハイドンでしょうね。僕たちはそのハイドンをずっとやってきてるでしょ。でハイドンはとにかく演奏することはとってもシビアなんですよ。音程のこともそう、それからアンサンブルもそう、それから音質、あとなんだろう、透明感も要求されるものが多いと多すぎちゃいますよね。でそれがそれぞれ全てこうなんていうかな、合格点に達してないとどれ一つなくてもハイドンの魅力って半減以下になっちゃうんですよね。そうだからそれをかなりシビアに70何曲までやってきてるのでね、だから自然と皆さんの中にそういう感覚、それから能力、いろんなことがこう備わっちゃったんだろうなと思うんですよね。そうするとそれが皆さんの中に根本的にあるから、どんな曲やっても怖くないんですよね。怖くないというか、もうあのハイドンであれだけやってるんだから、もう少し解放されようって思い切りできたりとかね。だけど解放された時にそういう根底にあのスキルがあるから、もちろん破綻もしないし、むしろこうロマン派だと特にこう表現力の幅が広がったりとか、音色もものすごく色が豊富に醸し出すことができたりとか、それじゃないですかね。ハイドンマラソン始めた時からその狙いはあったんですか。うん、もちろんありますよ。そうなんです、ね、これはあの山形交響楽団でモーツァルトを全部やったことで、やっぱりオーケストラのスキルっていうのも格段に上がったので、もうこれはもう絶対にやればもう計り知れないことが待ってるなっていうのはもう最初から期待してましたけど。そうですね、はい、だから何やっても怖くないですよね。多分何でもできるし、このオーケストラだから何でも答えられる。だからそれは例えばレコーディングやりましょうって言っても、はい、最低限のリハーサルでものすごくクオリティの高いレコーディングできちゃうんですよ。今までこうハイドンでシビアにやってきてるから全部レコーディングしてますでしょ。こう今私がお伺いしたこと以外に、ここももうちょっとあの見てほしい、聞いてほしいっていうセンチュリーの見どころ、聞きどころがあったら教えてください。うん、センチュリーはねとにかく、アンサンブル能力がものすごく高いんですよ。複雑な曲だろうが何だろうが、ピシッとこうみんなでこう聞き合いながらシビアに繊細に音楽の方向性を一致させようっつって、ものすごいこう協力体制ができるんですね、このオーケストラ。うん、だからそこがやっぱり大阪のオーケストラの中でも、もう本当に稀有なオーケストラだと僕は思いますね。っていうか日本の中でもここまでのところってそうないと思うんだけどな。ああ、そうですか。うん、特におすすめの名盤、これまでの名演っていうと何を思い浮かびますか。横山由紀夫君とね、
やったね、フランスの山人の歌による交響曲ってあるんですけど、めったにやらない曲です。このねレコーディングは本当にいいレコーディングになってますね。うん、これある雑誌の特選版になってますけれど、本当にいいレコーディング、うん、今聴いてもアルド・チッコリーニっていう人が弾いたね、名盤があるんですけれど、でもその名盤と比べたってそんなに遜色ないぐらいいいですね。マーラーの大地の歌もとてもクオリティ高いですね、うん、あと最近はねドイツレクイエムをまた出したんですけど、生涯において2度目のドイツレクイエムですけど、このドイツレクイエムはかなり評価高いみたいですね。そうなんですね、うん、もちろん僕自身ねまだ終わりがないと思ってるので、でまだまだあここのとここしたいなあしたいなってのはあるんですよ、もちろんあるんだけれども、まあ今の僕と日本センチュリー交響楽団の、まあ、一つの成果としてね、あの CD もとてもいいクオリティかなと思います。来年のこうセンチュリーのプログラムでこうおすすめといいますか、うん、はい、これはいいよっていうものが特に何かあれば。久石譲さんがね春の祭典指揮されるのね、これはね九州交響楽団の皆さんとの合同でね、これすごく僕自身も興味あるんですけどね、これは楽しみでしょ。あと僕はずっとブルックナーを取り組んできていて、で4月の定期演奏会はブルックナーの1番、うん、でこれを以前は山形交響楽団がウィーン校で、今回はリンツ校でやろうと思ってます、うんうん、ちょっとね小節数が違ったりとかするんですけどね、今回はどうせなら違う番でやろうと思ってやってみます、でデジュランキさんは僕はもう高校の時から大好きなピアニストだったので、その彼と皇帝をね共演できるっていうのはもう本当楽しみ。あとはこれ初めて取り上げるんですけど、ヒンデミットの作品をね2曲、ガカマティスとあとウェーバーの主題による変奏曲、これをちょっと取り上げさせていただくんですけど、これはちょっと自分にとってもちょっと挑戦的なプログラムでやらせていただきます、まあ、ちょっと今度10月にドイツでも僕が音楽監督をやらせていただいたねビルテンベルクフィルでもそれをまたやりますので、自分にとっての大きなイベントの一つですね、センチュリーでのそのヒンデミットとドイツのヒンデミットと、うん、それはぜひちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思います、うん、この3つともやっぱり全部挑戦の、色が入ってますね。そうですね、うん、飯森さんにとってセンチュリーを振るっていうことはどういうことなんですか。繰り返しになっちゃうんですけど楽しいんですよ。楽しいことなんですね。楽しいですね。それは他とはどんな違い神経を使うところが結構異次元の世界でできるんです、このオーケストラは。でそのくらい皆さんのポテンシャルが高いっていうことだと思うんですけど、まあ、そのポテンシャルっていうのはどこから来るかというと、もともと弾けるっていう演奏できる自分たちはこれだけの技術がある、もちろんそれはそうなんでしょうけども、でもやっぱり僕たちがずっと取り組んできているそのハイドンとか古典とかそういったところから皆さんが自然とこう得てきているスキル、そこから来てるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからそれでオーケストラがとてもこう一緒にやってることがなんかねその楽しいんですよね、本当に楽しいと思う。そうなんですね、うん、で何のストレスもないもんこのオーケストラ。そうなんですね、何にもない。センチュリーはねとにかく音が綺麗です、美しい。だから本当に疲れちゃって、なんかこう非日常を味わいたいなとかリラックスしたいなとか、もうシンフォニーホールで寝ちゃいたいなでもいいや、もうそういう方々にはね日本センチュリー交響楽団の響きっていうのは本当に心地いいと思うんで、ぜひねそれをね体感してほしいですよね、もう本当にもう一回言いますけど絶対損ないからぜひ聞いてみてください。はい、はい、続いては日本センチュリー交響楽団副主席コントラバス奏者の内藤健一さんにお越しいただきました。内藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。内藤さんはいつからセンチュリーにジョインされたんですか。センチュリーができたのは1989年の12月なんですけども、はい、その一番最初から。ああそうなんですね、はい、オーケストラができるよっていう、オーディションの、はい、知らせというかそれをこう見て
じゃあちょっとやってみようっていう。ああ、そうですか、はい、どんな風にこのセンチュリーというのは歴史を歩んでこられたんですか。センチュリーができる前は大阪府音楽団っていう吹奏楽団があったんですね。うん、組織開演して部が持っているオーケストラを作ろうっていう風にしてセンチュリーができた。で、まあ政治的にいろいろありまして、大阪府からはだから独立したということで、うん、財団法人大阪センチュリー交響楽団だったのかな、うん、になったんですね。それは、大阪府からのお金が出るか出ないかっていうことはすごく一番大きなことです。うん、そうですよね。でその後でその財団法人法が変わるときに、はい、公益財団法人日本センチュリー交響楽団っていうふうに名前が変わって、で現在に至っています。そうなんですね。最初の頃の音と今の音とどんなふうに進化し続けていらっしゃるんですか。簡単に言うと、はい、若い人の方がうまいんです。時代的な底上げみたいなことは非常に大きいですね。ああ感じますか。本当に感じます。若いあの世代の方が普通にできることの底がすごくこうどんどん上がってきている。若い人たちがあの重要なポストでどんどんこう入ってきて、うん、今50数人というふうに、編成が小さいので一人変わると全体占め割合があの多い大きいわけです、うん、どっかの主席が人が変わったって言ったらその辺の周りからねじわってこうやって音が変わったりするし、そういう席に若くて上手な人が座るとオケのこう機動性みたいなのがね一気にアップすると思うんです。うーん、あの若くて上手な人が入りますと、うん、それより少し年上の人うんと年上の人はあやばいと思うわけです。あさらわなまずいよねっていうふうにたくさんの人が思ってるんじゃないかと思います。なるほど。健全な危機感があるわけですね、うん、そうですね。うん、それはもう必ず必要なことですね、と思います。うん、昔からそのアンサンブルがすごいかっちりしてるとかそういう評判はいただいてたと思うんですけども、うん、例えば初めてやる曲で忘れるのが難しい曲ができるためにこのぐらい必要だったっていう時間がうんと短くなっていると思います。センチュリーさんではいろんな活動されてらっしゃると思うんですけれども、私たちがよく目にする定期演奏会以外の活動でどんなことをやってらっしゃるんですか。ついこの間見てきました。各学校にオーケストラごと行って、うん、その体育館で演奏するっていうようなこともよくやりますし、逆にそのセンチュリーの練習場に来てもらってそれでオーケストラの演奏会を聴くっていうことをやっていたんですね。よくやってました。それでそれだけではやっぱりせっかくここも他にもいっぱいの部屋もあるし、今ここを話してるようなこれも音出せる部屋なので、うんうん、いろんな部屋を使ってそのオーケストラに触れてみようっていうコンサート、うん、それはずいぶん前にセンチュリーの自主企画としてタッチ・ディ・オーケストラ、うん、オーケストラに触れてみようっていう企画をあの楽団員と事務局で一生懸命考えて、で学校さんに来ていただいてオーケストラの演奏を聴いてで楽器を紹介して指揮者体験があってこの辺まではよくあるんですけども、実際に部屋にいろんな楽器を置いてって、うん、それぞれのパートの楽団員がそれをこうちょっとお手伝いしてその楽器 の音をこう出してもらうっていう企画をやり始めたんですね、うん、そうするとやっぱり実際にこうその楽器を生まれて初めて触ったりオーケストラ全体の演奏会を演奏を聴いてる時よりもなんていうかこうアクティブさが全然違って、いろんな楽器を順番にちょっともうほんのちょっとずつですけどねあの音出たよっていう感じ で僕はもうコントロール弾いてるので、はい、こんなとこがへんみたいな輝いてる感じ。センチュリーの自主企画としては、うん、とてもこうエポックだったと思います。そもそもこうタッチオーケストラを始めようっていう風にしたのは一体何がきっかけだったんですか。そもそもこの練習場を専用で使えるということ、そしてそれと立地ですよね、うん、遠足お弁当食べに来てくださいのでオーケストラ触りましょう、うん、っていうのがこう会いやすかったっていうようなところが発想の最初じゃないかと思います。もちろんそれで予想がやってないことをしよう、子供たち、府民、当時大阪府のオーケストラでしたから、うん、に直接何かをこうリターンしないしようっていうような密接さですよね、うんうん、それを一番狙ったんじゃないかなと思っています。うん、センチュリーさんって本当に新しい取り組みをいろいろされてると思うんですけれども、他にこれまでやってきた取り組みってどんなことがありましたか。あの取り組みとしてとってもね面白いことがあってですね、はい、それはあの脱祭っていう
お酒、はい、お酒の方です。はい、あの和田香織さんという作曲家、若い作曲家に獺祭のための曲を書いていただいて、でそれをオーケストラで演奏して、はい、その録音を仕込んでいる獺祭のそのオケっていうんですかね、そこにあの特殊ななんかスピーカーをつけて、で、それがお酒が出来上がった時に発酵とか熟成とかの前後も全部曲を足して獺祭の交響曲っていうものをこれ曲作って、でそれをお客さんに聴いていただいて、曲を聴いてできたお酒を飲んでいただくっていう大変美味しいお酒です。へえ。私もちょっといただきましたけども、本当に美味しいお酒、それは。音を聞いたから美味しいかどうかちょっと分かんないんですけども、だから取り組みとしてはもう大変面白くて。記者会見も拝見していたんですけれども、やっぱり日本センチュリーさんはすごいお客さんファーストって何度もおっしゃってたのも印象的だったかなと思います。バス出されることもそうですよ。私は本当に驚いたのは、年間5000円で学生の方々がオーケストラ聴けるっていうの本当にすごいなと思ったんですけど、アイアイデアってどこから生まれてくるんですか？どんなにこう財政的に恵まれてるオーケストラであっても、夜の演奏会だけしていてはもういけないっていうのは世界的にもそうだと思うんですね。で、あのセンチュリーの場合はそれほど恵まれている方ではない状態、新しいアイデアを書いて出しやすいっていうことはあるかもしれない。守りの体制ではなくて、すごくこう開発していかないといけないっていうことなので、こんなこと考えたんですって言って若い事務局員が話してるのを聞いたら、ああ嬉しいなと思います。すごくファンを大切にされてるのかなっていう感じもしましたけれども、内藤さんから見てそのファンとの交流とか、ファンを大事にしてるなと思われるエピソードがあったら。主演後にロビーでお客さんとこうちょっと話したりする、はい、このことをね、やっぱり楽しみにされてるお客様もいらっしゃる。舞台で弾いてると客席は案外見えるんですね。あの人来たはるわ、あの人来たはるわ、あ、へえ、お客様のお顔も覚えてらっしゃるんですね。やっぱり特にやっぱり敵感員の方、サポーターの方は定期的にね、あのコンサートにいらしてるので、顔はわかる、まあ、僕自身は名前をね存じ上げない方ももちろんたくさんいますけども、お顔はよくわかりますし。なるほど。じゃあ内藤さんにあの出席確認をしてほしい時には左側の方に座った方がいいですね。大丈夫です、キョロキョロしてますから。そうなんですね。コントラバスはあの高い椅子に座って見晴らしがいいので、相当キョロキョロしてます。あ、そうなんですね。これから また探しますので。大阪に来なきゃいけないですね。センチュリーの魅力、特に他のオーケストラには負けへんでっていうようなポイントがあったら教えてください。だからよそのオーケストラと違うっていうふうにもし言っていいとしたら、対応力ですかね。指揮者の方のリクエストとかテイストを察知して、それにガシャって寄れる感じがあると思います。印象に残ったコンサートとか、あの今まで録音してきた CD でこれ聴いてほしいなっていうものがあったら教えていただきたい。それはね、たくさんありますね。本当にたくさんありますね。高崎健さんという指揮者と、当時最新だったベートーベンの新しい全集の楽譜を使って録音するっていうのは、日本のオーケストラでもそれほど多くはなかったと思うんですけども、新しい楽譜と高崎さんのその解釈とセンチュリーのこう機動性みたいなところ、それがくっついてる大変面白い体験だったと思います。それまだ買えるんじゃないかな、どうぞお買い求めください。録音ではなくて、演奏会なんですけども、はい、あの沼尻龍介さんが、選手の指揮者だった時に定期演奏会で、オネゲルの家計台上のジャンヌ・ダルクっていう曲を、大きな曲です、はい、声楽と合唱とスケールも大きいし中身も緻密だったし、すごく印象残ってますね。沼尻さんで言うと、あともう一つ、琵琶湖ホールで弾いたオペラの沼尻さん原案作曲「竹取物語」っていう、これがまたね、もうとってもこうなんていうか親しみやすいというか、とっても聞きやすいし、日本語とよく合ってるし、とっても面白いオペラでしたね。そうですね。あと定期演奏会ではないんですけども、はい、最近あの、もう数年前から豊中の月分ホール、はい、新しくできたホールで豊中名曲シリーズコンサートっていうのを何年か前からやっていて、それがねちょうど今シーズンから造作がこうリニューアルしたんですね、うん、でパンフレットとかポスターとかデートにおすすめできるコンサートと思っています。どういうポイントなんですか？簡単に言うとね、おしゃれなんです、うん、曲目自体もね、その難しく
なくてバラエティに飛んでいて、うん、それなりの深みがある曲が並んでますし、新しくて綺麗なホール でポスターとか写真とかいっぱいこう掲示してあったり、詩が書いてあったり、演奏以外のその環境というのが綺麗におしゃれにできていると思います。まあ、それはクラシックにこれまで馴染みがなかった人も入りやすいかもしれません。でも入りやすいと思います。うん、本当に入りやすいと思います。内藤さん、今日は本当にたくさんお話いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、もう多分いっぱいカットになったと思うんですけど、もっとたくさん喋ってます。副主席コントラバス奏者の内藤さんにお話を伺いました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。インタビューの中でも少し触れましたが、2022年の日本センチュリー交響楽団は熱いです。まずは冒頭にもお話しした学生パスポートですね。年間5000円でコンサートも聞き放題なんですけれども、さらにこのパスポート、日本センチュリー交響楽団だけではなくてパシフィックフィルハーモニア東京のコンサートでも使えるパスポートなんです。それでこの5000円という価格は本当に破格です。センチュリーのコンサートって普段使いできるコンサートというふうに言われたりもするんですが、実際に行ってみると本当に上質で非日常感のある空間を過ごせるので、東京大阪近辺にお住まいの25歳以下の学生の方、本当におすすめしたいです。しかも2022年のプログラムって SNS でも話題になる激アツプログラムなんです。曲目も素晴らしいのはもちろんなんですけれども、ソリストや指揮者が本当に今話題の方々、超一流の方々ばかりなんです。ちなみに私の推しもたくさん出演します。ピアノですと牛田智春さん、反田恭平さん、住野隼人さんに向川圭吾さん、福間幸太郎さんと、もうこの調子だと全員読み上げそうなくらい、もう輝かしいラインナップです。バイオリンだと私も大好きな辻彩奈さんや神奈川真由美さん、あとはサックスの上野光平さんも素敵ですし、海外のアーティストだとデジュー・ランキー、ティモシー・テューイ、指揮も飯森さん、秋山さん、久石譲さんはじめ、日本で大活躍中のカーチューウォンさんや川瀬健太郎さんをはじめとする若手の指揮者もいて、本当に充実しまくりのプログラムです。そして地元にはなかなか日本センチュリー交響楽団のコンサートがないという方には、センチュリーの YouTube チャンネルもおすすめしたいです。オンラインコンサートの動画もいくつか上がっていますし、インタビューにもあった交響曲獺祭とか、内藤さんがデートにおすすめっておっしゃっていた豊中名曲シリーズ、このあたりの動画もあるのでぜひご視聴ください。日本センチュリー交響楽団のコンサートの予定や YouTube チャンネルの情報、そして飯森さん、内藤さんがおすすめしてくださった名盤のご紹介は概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、歴史的な作曲家の人生やクラシック音楽の歴史、オーケストラ楽団や演奏家の紹介などをしています。クラシックにちょっと興味が湧いた、クラシックにもっと詳しくなってみたいという方は、ぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。